球ごと破壊するつもりか。で瞬間移動間に上がった。まあいい、どっちにしてもやるんだ。ここで終わらせてやる。やりましたよ、間一髪でした。父さんと悟空さんの到着を待ってたんだ。これでブーを通したら敵は集中されます。カカロット、貴様今まで何度地球を救った。いいんだよ急に。元気玉の用意だ。地球はナメック星のドラゴンボールで復活できる。たまには地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。これで最後です。父さんと一緒にマジンブーと戦ってください。世界の人間ども、今あるところで魔人ブーと戦っている戦士がいる。そこでお前たちの力を借りたい。力を合わせてブーを倒すんだ。なあ、オラに元気可能な限り分けてくれ。頼む。おい、ブーを消すや。これでも頼む。まだ足りねえぞ。分かってる。こいつもこいつも俺の言うことなんか信用しやがらないんだ。あい地球人ども、さっさと協力しやがれ。出た、なんでみんな分かってくれねえんだよ。貴様ら、いい加減にしろ。さっさと協力しないか。あの、あるな、オラの想像以上だ。はっ、きた。おお、離れてろおめえたち。行くぞ、くたばっちまえ。あい、あい、あい、あ、手間取りやがって。ふん。やったのか。やったんだな。地球の諸君、恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もうパパってば。ほんとすげえやつだったな。ふん、今度は1対1で勝ってみせる。いやー、お二人ともお疲れ様でした。そうそう、あんたもよく頑張って。ん？あり？ん？すごい、
本当にすごいですよ。あの魔人ブーを倒してしまうなんて。でも恐ろしいのは、ブーさえも利用するドミグラの魔術よ。時の海王神様、ドミグラとは何者なんでしょうか。7500万年前に私と戦った悪の魔術師よ。奴は自ら魔人を名乗り、時々と時の巣を我が物にして、自分の望み通りの世界を作ろうとしたの。時間を思いのままに操るということですか。とんでもない奴ですね。その時に時の狭間に閉じ込められたんだけど、そこでずっとパワーを貯めていたみたいね。パワーを7500万年も。あ、今私のこと7500万歳以上なんだって思ったでしょ。え、いえ、思ってませんよ。実年齢なんて関係ないんだから。私よく年の割に若く見えるって言われるし。そうですか。あの、時の海王神様、俺たちはこれからどうすればいいでしょうか。奴は危険すぎるわ。絶対に外に出すわけにはいかない。歴史の改変を食い止め、時の狭間から出さないようにするのよ。わかりました。過去も未来も魔人の好きにさせるわけにはいきませんからね。